その日本画ということにこだわってるわけではなくて、使えるのがこの岩井の具と膠だけで、私にはそれしかないので、自分の肌に合う感覚を求めているうちにこうなったというのが一番近いかなと思います。制約があるからこそ輝く命のきらめき。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家堀江しおり。幼い頃から絵を描くことが何よりの喜びだった彼女。しかし大学受験を前に、予期しない絶望が彼女を襲う。とにかく絵は好きだったので、漠然と絵に関する進路に行きたいというふうには考えていたんですけれども、ちょうど油絵の具とかアクリル絵の具といった有機溶剤に対してアレルギーがあるということが分かりましたので、なかなかショックでした。これはもうどうしようもないんじゃないかと思ったんですけど、そんな彼女が見つけた一筋の光。最初は一つの制約と手段として選んだものだったんですけれど、今になってみれば本当にこの画材があってよかったと。膠を溶いて塗るだけなんですけれども、その様々な粒子の粗さによって色が違ってくるので、次はこうやってみたい、そのああやってみたいっていうイメージがどんどん膨らんでいって、そういう面白さというか。手に入れたのは唯一の、しかし最高の画材。その喜びをかみしめながら、彼女は描きたいものだけを描き続ける。何か訴えたいことがあるとか、表現方法を模索するとか、そういうことを軸に描いているのではなくて、自分が心から描きたいと思ったものを存在として形に表すために絵を描いているというスタンスなので、自分の中でどんどんその存在と自分との距離を縮めていくという形で制作を進めています。だからこそ絵に宿る動物たちの崇高なプライド。誠実に、ただひたむきに作品と向き合っていきたい、そんな不器用な彼女だからこそ、不器用に生きる命の存在で見る者を引きつけ続ける。とにかくずっと絵筆を握って絵を描いていきたいっていうのは強く願っているので、ただその一枚一枚誠実に向き合って仕上げていくっていうことを重ねていくしかないかなと思っています。もうその先に何かいいことがあったら幸せだなと。次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は人形作家清水麻里のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。